ショップはファシリテーターの武井さんに進行をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。今日はせっかくいろんなお立場の方が来られてます。でこのいろんなお立場の方がつながったら何ができるかということを一緒に考えていこうと思います。でこのワークショップ90分が終わった時にこうなってたらいいなっていうのがこちらになるんですが、一人で考えるだけではやっぱりアイデアって広がらないんですね。だけど3社が集まって考えたからこそこんなアイデアが出てきたよね。でそれが実現したらこんな風な未来につながるんじゃないか、それを最後アウトプットで出して、いいアイデアやいい未来を特徴して素晴らしいアイデアについては発表していただきたいなというふうに思っています。求めることでも何なのかなっていうのがなかなか分かりにくいところがありまして、これについて共有させていただいたり勉強していただいて、それが全然知らない、なんていうか分からない一般の人がどさっと集まったら大変なので、例えばこの3社のようなそれぞれにそれぞれを信頼できるような形があればそこで建設的な議論ができるんじゃないかなというふうに思ったので、わからないことについて聞いたり聞かれたり、それに関する追加情報を伝えられるような仕組みができればいいなというふうに思います。で学生の皆さんはその中でも消費者の方も一員としてですね、本当にしっかりとした考え方を持っていました。ただまだ十分に社会的なところでですね、ご経験がないところもあるので、そういったところをしっかりと情報提供しながらやらせていただきたいなと、そういった熱意というのを非常に感じました。必要以上の情報を SNS とかで発信しないと、自分の写真を上げることも全然知らない人に拡散してしまうから、犯罪につながるリスクだってあるし、でこんな商品はこんなんだったで、こんなんやからこんなところが悪いと思うかっていうのを書いたら、その会社にとっても損益出るし、なんかいろいろつながってあんまり良くないデメリットばっかりになってしまうので、あんまり情報を発信してもらえないかなと思いました。そうですね、やっぱり私は政教学生委員っていう団体に所属しているので、そういうものを通してでもやっぱり、組合員の人は消費者として日々消費活動を行っている人たちなんですけど、その人たちに知識を伝えるって言ったらおきせがましい感じがするんですけど、みんなでそうだと思わないかいっていう感じで、そうだよねっていう共感の輪を広げれるような消費者教育の活動っていうのを時代で取り組めたらなと思っております。組んで何かするのって言うとみんながパッと目引いてくれたりとか、なんか事業者側は警察ってちょっと思うんですけど、最近あったじゃないですか、爪楊枝入れちゃう、
そうですね、こう私は行政の立場ですけども、私なんかが主催する方でワークショップ自体に入るっていう経験がなかったんで、どうなるかなとは思ってたんですけれども、まあなんか意外と短時間でこうコンパクトにこうまとめていくという作業があって、なんかすごく盛り上がりましたね。いろんな形でワークショップすると思うんですけど、こういう世代が違う人が入るいうのもある意味面白いかなと。その発想がねこういろいろ違うし、で業態の違い言ったら割と立場立場で話をするというんですけど、世代の違いはなかなか超えられる壁は大きいかなと思うけど、逆にいろんな意見が出てきていいんじゃないかなというふうに思いますね。一人で考えるだけではやっぱりアイデアって広がらないんですね。だけど3社が集まって考えたからこそこんなアイデアが出てきたよね。でそれが実現したらこんな風な未来につながるんじゃないか、それを最後アウトプットで出して、いいアイデアやいい未来を投票して、素晴らしいアイデアについては発表していただきたいなっていうふうに思ってます。我々は非常にシンプルで、劇団を作っちゃうとそんな感じで演劇をやろうっていうふうに考えました。皆さん、日本語の方からいただきましょう。はい、ありがとうございます。消費者、事業者、行政とつながったということですので、クロスで手を振ってつないでいただいて、3、2、1